皆さん毎度おおきに、ことのはあかねです。はいどうも、部屋掃除をするとなぜか余計に汚くなります葵です。というわけで前回の続きだね。お前の部屋掃除って凄まじいもんな。窓開けてブロワーでホコリ吹き飛ばして終わりだもんな。あれだけで結構綺麗になるからいちいち掃除機かけるとかバカバカしいよね。ホコリなんて軽いんだから適当に吹き飛ばせばいいんだよ。お前の軽い脳みそも一緒に吹き飛ばしてもらったらどうなんや。お姉ちゃんの干してるパンツをブロワーで乾かしてあげようとしたら、どっか飛んで行ったことならあるよ。うちのじゃないからまあ一家で済んだけどね。まあ一家じゃねえよ。なんで人のもので変な実験してんだよ。だって自分のでやるとかもしそのままどっかに飛んで行ったら嫌じゃん。そんなのもわからないの？そんなんだからお姉ちゃんはいつまで経ってもおまるの卒業できないんだよ。お前マジで地獄に落ちるぞ。そんで今回はまた新潟の続きだね。前回は柴田周辺回るだけで終わったんだったな。なんか思ったより時間取られたからね。お姉ちゃんがハードオフつくたび無駄にうんこだなんだって時間取られたからね。お前のクソみたいな話に付き合わされたせいでな。ある意味クソって意味では間違ってないな。というわけで大好きなお姉ちゃんと今日も一緒だよ。そんで着いたよ。めっちゃあっさり着いたな。まあ街中とか10秒に1回信号で止まって動画で使おうにも使えないからね。パツキンのコイン美女でも歩いてたらいいんだけどね。あいにくはバーと貧相な女どもしかいなかったよ。性格終わってる貧相な女代表がなんかほさいてるな。というわけで次のロビーオフ着いたよ。ここは前にレトロゲームいろいろあったな。ネオジオ高が2万であって安って思ったよな。あとキネクトセットになった XBOX が7000円とかね。あれもちょっと安いなって思ったよね。あの辺のどうなってるんだろうね。そんで見てたけどキネクトセットのやつは残ってたよね。これまだあったのか。値段安いからすぐなくなると思ったんだけどな。微妙に置いてる位置変わってたから最初売れたんだと思ったよね。一応これ駿河屋で買い取り6600円って書いてたしな。ゴールドメンバーシップが欠品してるとか書いてたけど、そんなのもうとっくに期限切れてるしね。お姉ちゃんの女としての期限もそろそろ大丈夫？お前の方が女としてすでに終わってんだろ。あと変なの見つけたよね。お前のフィギュアでもあったのか？美少女フィギュアはまだ見てないよ。このコントローラーだけどこれなんかと思ったらなんか麻雀の線痕だったよね。麻雀の線痕ってこんなの出てたのかよ。何気に彫り製っていうね。これなんでも複数人で麻雀プレイするとき手牌見えないようにするのに必要なんだね。言われてみれば昔はオンライン麻雀なんてなかったからな。こういうアナログなやつを使ってみんなでやってたんやな。つっても調べたらなぜか3人うちしか対応してなかったんだよね。4人で打てねえのかよって思ったよ。それはそれで謎やな。ちなみにうちらも一応麻雀打てるけど、覚えたきっかけが東方の綾の脱衣麻雀やりたくて覚えたっていうね。不純やな。そんでフィギュア見てたけどめちゃくちゃとあるシリーズのフィギュア増えてたよね。前に見たときこんななかったよな。とあるシリーズのフィギュアってプライズでも結構プレミアついてるのあるから、なんかレアものないか見てたけど特にはなかったね。特にないっていうかどれも1000円超えてたしな。安いのあれば三坂のフィギュアも買っていきたいんだけど大体どこも高いよね。まあ未だにアニメ続いてるしやっぱ人気はあるんやろな。レトロゲームコーナーに戻って色々見てたけど、前にプレステだとかネオジオだとかあったのはほとんど売れてたね。あのネオジオ売れたのか。数年間売れてなかったのにないってことはうちらの動画のおかげってことでいいのかね。うちの美貌と美声でお買い得だよって紹介してたおかげだね。お前のせいとも言うけどな。っていうかこの辺にモリモリあったプレステとかももう1台しか残ってねえな。ジャンクのくせに一個一個ビニールで綺麗に梱包されてたからじゃない？そこらのハードオフだったら無造作に積んでるだけだし汚れもそのままだしね。やっぱ見た目ってのは大事なんだよ。お姉ちゃんももう少し見た目まともにすれば多少は周りから哀れに見られなくなるんじゃない？主にお前のせいで哀れに見られてんだろ。B マニのセリカここにもあったけど、やっぱ値段は3300円とかこんなもんかって感じだったね。3畳で見たのが1600円やからな。あれからこれ見るたびやっぱ買えばよかったって後悔してるよね。しかもこれはクリアパーツがベタベタしてるとか書いてたしな。あの1600円まだ残ってるのかね。あれ残ってたら買いに行きたいんだよね。誰か近くに住んでる人残ってるかどうか教えてね。残ってたら今度の休みに買いに行くよ。ぶっちゃけ電話で問い合わせれば確認ぐらいはしてくれると思うけどな。うちってこう見えてウブだから電話でお話って恥ずかしいんだよ。ウブ、お前が？プルクラの稲妻のフィギュアあったけど、これ最初見た時中身ねえやんって思ったよね。そしたっけ中のブリスターなくてそのままぶち込まれてたな。ブリブリスターって場所取るからそれは捨てたんだろうね。箱だけなら畳んで保管できるし。そういえばこいつもスケールフィギュア買ってた頃は、ブリスター捨てて箱は残してたとか言ってたな。うちと同じタイプの人がこれ売ったんだね。お前みたいなアホが他にもいるとはまさか思わなかったな。だってあれ場所取るし保管するのも結構邪魔なんだよ。お前が人の部屋でダラダラ占領してるのに比べたら邪魔じゃないやろ。あとやっぱり Q はどこでもプレミアついてるね。定価1万5000円のところ2万円やからな。当時は1万5000円でも高えたけ思ってたけど今思うと安いもんだよな。8分の1の割に尻尾がでかいから全体的にでかく見えるしね。あとあばらが浮いてるのいいよね。ちなみにこれプレミアついてるから買い取りもさぞかし高えんだろうなって思って、駿河屋見たら大したことなかったよね。
駿河屋の買取で6500円って書いてたよな。どうせいろいろ難癖つけてそこからさらに安くするのに販売は一体いくらで出すんだろうね。定価より安くなるってことはなさそうやで。このエリーンも昔と比べて明らかに値段上がってるよね。場所は違うけど確か福島の駿河屋で1万5000円ぐらいであったよね。今年の5月ぐらいにその動画投稿してたけど、その時これも少しずつプレミアつくようになるのかなとか言ってたけど、マジでプレミアついてんな。半年経たずに倍の値段ってやべえな。ちょっと前に福島の駿河屋行った時はすでになくなってたから、今これ買おうとするならこの値段で買うしかないんだね。懐かしいのでバカテスの姫路さんのフィギュアあったよ。前に別なところから出てるスケールフィギュアの姫路さんあったよな。なんかあったような気がするけどどこにあったのかは忘れたね。これサイズが6分の1で結構でかかったよね。昔はこのサイズで定価1万1000円やからな。今では1万6000円でこいつもプレミアついてんね。ただこれ駿河屋でおいくらなんだろうなって思って調べたら買取1700円とか書いてて、はぁってなったよね。買取が安すぎるのかこの値段が高すぎるのかわからねえな。買取が安すぎる気がするけどね。日焼けしたチルノのフィギュアあったよ。どこがチルノなんだよ。どう見てもアズニャンやろ。なんか見た目が似てんなって思っただけだよ。日焼けしてるところしか似てねえだろ。このアズニャンって昔顔の差し替えパーツとかあったけどこれにはさすがについてなかったね。駿河屋で見ると顔パーツだけ単体で売ってるけどあれだけ見ると不気味だよな。夜中に見るお姉ちゃんの寝顔とどっちが不気味？よだれ垂らしながら寝てるお前の顔の方がムカつくな。ちなみにこれ日焼けしてないのもあるけど日焼けしてる方が微妙に高いよね。世のオスどもはやっぱそういうのが好きなのか。お姉ちゃんが日焼けするとどっちかっていうとガングロだよね。ガングロってもう死後になってるやろ。ラストに Windows 版のウルフェンシュタインあったよね。Windows 版のリメイクのやつやな。ウルフェンシュタインってうちらも Steam で買って遊んでたけどこれ面白いんだよね。主人公がタフガイすぎてヤバいやつな。肉体能力で言ったらお姉ちゃんとどっちが強いかね。お前をひねり上げるぐらいの体力ならうちにだってあるぞ。主人公何がヤバいかって首切り落とされても培養液の中で生きて別の胴体用意できるまで我慢してくれって言われてたよね。うな簡単に付け替えできてアンパンマンかよって思ったな。まあまともな内容ではないのは確かやな。シリアスなバカゲーって感じで面白いよ。人造人間とか出てくるしね。マッドサイエンティストも出てくるな。次はこのホビーオフとブックオフが一緒にラブリーしてるところだね。ここっていつも思うけどこのオブジェ何なんだろうな。パッと見東京の金のうんこのオブジェに似てるよね。こっちは若干赤っぽいし血便をイメージしたオブジェなのかね。お前訴えられるんじゃねえのか。そんでとりあえず三坂のスクミツフィギュアあったよ。これ前はさっきのホビーオフになかったか？前に見た時はそっちにあったよね。さっき見た時なくなってたから売れたのかなって思ったんだけど、実はこっちに移っただけだったのかね。この三坂4400円って結構安いと思うんだよな。駿河屋だと定価以上で売られててプレミア価格って書いてるからね。定価6000円で駿河屋7000円だったな。そんで買い取りが5000円だからね。買い取りの値段より安く買えるよ。オフモール記載って書いてたから気になったら見てみるといいんじゃねえのか。あとやべえ値段のやつあったよ。見えにくいけど奥にある霊夢のぬいぐるみの値段やばかったよね。2万2000円って書いてたよ。あれプレミアついてるけどさすがに高すぎねえかって思ったよな。って思いながら駿河屋見たら死ぬほどビビったよね。駿河屋で1万4000円で売られてたよ。あれいつの間にそんなプレミアついてたんだろうな。このぬいぐるみシリーズうちらも結構な種類持ってたけど、こんな値段になるんだったら取っておけばよかったよね。ちなみにだけど昔限定で出た犬咲夜のやつも持ってたけど、あれも値段やばいことになってたよね。駿河屋で6万円超えてたな。買い取りで2万円だったで。全部取っておけば今頃大富豪やで。その金って何するの？とりあえず殺し屋雇ってお前の処分やな。1円たりともお前にやらねえからな。心が貧しいね。お前に言われたかねえよ。最後にファミコンあったけどこれ箱入りで1000円だってよ。これはこれでお安いな。まあ本体だけって書いてたけどね。箱入りファミコンだよ。ファミコンって場所によってマジで値段の差ありまくるよね。古いゲームだから程度の差がでかいんやろな。うちとお姉ちゃんの性格の差がでかいのと似てるね。お前の性格とかジャンクだろ。そんでラスト来たよ。ここはジャンクコーナーがいろいろあったよな。もしかしたらお姉ちゃんのフィギュアがあるかもね。お前の首がもげたフィギュアあったらうちが買うぞ。え、お姉ちゃんってうちのこと顔はどうでもいいけど体だけ目当てだったんだ。変態だね。ハンダコテでお前の体溶かして遊ぶんだよ。え、変態は変態でもガチの変態じゃん。引くわ。予行練習はそれでバッチリやからな。そんでなんかこちゃこちゃ訳ありのメガドライブあったよ。欠品はアンケートはがきだけって書いてたけど、傷やら汚れやらあるからジャンクって扱いみたいだね。こういうのっていつも思うけど、どうせビニールで包むんだったら中身見えるように包んでほしいんだよな。たまに中身見えるように包んでるやつあるよな。箱は綺麗だから中身も綺麗なんだろうなって思って開けてもらうと死ぬほど汚くてビビる時あるよね。私脱いだらすごいんですって逆の意味ですげえなって感じだよね。お姉ちゃんは脱いだところで想像通りって感じだよね。寸胴体型ってまさにお姉ちゃんのことだよね。お前は樽だろ。ちなみにマリオペイントもまだ残ってたよ。これとかも早々になくなると思ったんだけどな。お姉ちゃんのパンツにこびりついたあれみたいにしぶとく残ってるね。あれってなんだよあれって。あ
あと箱に入ったディスクシステムもあったよ。これは動作にチェックで3000円って書いてたな。剥き出しで本体だけはそこらで売ってるのよく見るけど、箱入りってそんなに見かけないよね。箱入りディスクシステムだよ。これが3000円ってどうなんだろうな。さっきの1000円のファミコンとセットで100億に足したら儲かりそうだよね。少なくともトントンぐらいにはなるんじゃない？フリマサイトとかクソ野郎しかいなくて、うちらは絶対やりたくないけどな。お姉ちゃんの自己紹介？お前のことや。鈴鹿のぬいぐるみあったけど1100円だって。これするなやでも売ってたけど、そっちも1100円で同じだったね。ただ謎なのが、鈴鹿とスペちゃんがセットになったのは1280円で売ってたんだよな。スペちゃんの価値は180円しかねえのかって感じやな。うちとお姉ちゃんのぬいぐるみもお姉ちゃんだけ180円だったらどうする？うちが180円だったらお前は20円ぐらいだろ。お姉ちゃんの180円は180円払って処分していただくってことだよ。いただくってなんだよ。ついでにチョビのぬいぐるみもあったよ。値段が330円だったな。お姉ちゃんのぬいぐるみより高いね。アンチョビ330円って安いんじゃねえのか。パッと見あんまアンチョビっぽくないけどね。ついでにカチューシャもあったよ。なんでカチューシャだけビニールに入ってないんやろな。チビだからじゃない？こいつってなんかチビって言われるとキレてたじゃん。それとビニール何も関係ないやろ。お姉ちゃんだってチビプスうんこハゲって言われるとめちゃくちゃ怒るじゃん。そこまで言われてキレねえやついるのか？余談だけど、このボックスってビバホームで1200円で売ってたやつだね。うちらもこれ持ってるから知ってるよ。どうでもええやろ。フィギュアはチビのポプダちゃんのフィギュアあったよ。チビの。どんだけお前はチビを強調してんだよ。10個いフィギュアが10個も入ってんだね。これを使ってアニメのオープニングを再現して遊べってことみたいだよ。オープニング再現するんだったら10体で足りねえだろ。これ10箱ぐらいいるんじゃねえのか。っていうか、ワーキングの店長とあたしんちのお母さんとカテジナさんって声優同じなんだよね。店長とカテジナさんはわかるけど、あたしんちのお母さんって最初わからんかったよな。ギャップがやばいよね。お前もうんこ落ちてるの見つけると人が変わるよな。というわけで今回の動画はここまでだよ。今回はそんなにフィギュアなかったな。まあ今回はどっちかっていうとホビーオフよりハードオフメインに回ったような感じだったしね。たまにはフィギュア少なめてもいいんじゃない？お前は少しうんこ成分を少なめにしろよな。検討しとくよ。それ絶対反省しないやつやろ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまた。